はいどうも、たまやです。今回もノルウェー人ユース縛りで最強のノルウェー代表を作り上げるキャリア With ハーランドやっていこう。現在リーグの方は16試合を終えて勝ち点29で6位と、結構戦力の割には健闘してるんだよね。一応プレイオフ圏内なんでね、ワンチャン昇格もあるんじゃないかと思えるような順位。ただやっぱり上位陣とのね、直接対決っていうところは結構力の差を見せつけられて厳しい試合が続いているので、まだまだ戦力的には足りないぞというところなんで、まあね、しっかり勝てるところには勝って、選手の成長は止めないようにしていきたい。現在チームはこんな感じ。さあ今回でディフェンス初の70代入りあるか。ディフェンスリーダーのアリ、そしてルードも早く80いってほしいな。で、前回こちらのベルグというね、かなりのポテンシャルを秘めた新たなる逸材をね、加入させていますので、今後の彼の成長っていうところもかなり期待大ですね。彼がうまく育ってくれば中盤もまた熱くなるよ。今回も使っていきたいね。それではやっていこう。リーグ戦相手はブリストル、2対2の引き分け。リーグ戦相手はカーディフシティ、1対2で敗戦。リーグ戦相手はノリッチシティ。さあノリッチはね、4位の上位のチームなんで、この試合は落とせないな。ハートリプルはちょっと順位下げて8位になってしまったし、やっぱり最近上位との試合も勝ててないんで、ここらでその悪いイメージを払拭しておきたい。というわけで今回この一戦早速プレイしていきましょう。このメンバーで戦っていきます。前回から試しているこの 4-4-2 を使っていこう。やっぱりルンドを完全復活させたいので、で、期待のベルグ、今回もスタメンに抜擢していく。さあ4戦が72から73に成長。さあそろそろ上位軍行こうぜ。キックオフ。さあセカンドユニ何気に初か。ここに来て初よ。えぐない。4戦。さあ4戦がキープ。ベルグ。ナイスカット、ルンド。ルンド。大外使って。絶対に勝ちたい、この一戦。まずいよ。オッケーオッケー。ディフェンス安定してるよ。まずいって。あーぶーね。ヘッダー戦、切り込んでいくか。さあ、4戦から。ルンド。いいよ。惜しい。いや、まずいって。あーぶーね。さあ、やっぱりなかなか新フォーメーション慣れていないのか、攻撃が噛み合わないな。そろそろ失点しそうで怖いぞ。まずいって。いやー、おー、防いだ。絶対行かれたか思った。あーぶーね。ちょっと待って、キーパーいいぞ今日。さあベルグ展開して、ルンド、ヨハンセン、もう一回ルンド、4戦。今の初シュートもしかして。さあそこ頼むよ。お、オッケーオッケー。ハーランド。さあこれはルンドに通るチャンスよ。仕掛けて4戦。いやあ、トラップ見せたか。ここで前半終了。前半終わって0対0。いや、0-3でもおかしくなかったな、これ。ファインセーブでなんとかよ。で、まあね、ちょっとね、皆さんお気づきかもしれませんが、この陣形で戦っていた。このね、攻撃的にするの忘れてましたね。何やってんだよ。さあ、というわけでね、前半なんとかしのいで、満を持して、後半からこのフォーメーションで戦っていくこととなります。これは期待していきましょう。後半キックオフ。いきなりピンチか。マジかい。変えて早々の失点は印象悪いって。まずいぞ。0対1。さあギア上げていこう。ルードから4戦。まずい。ルード、ペターセン、ハーランド、
いや最後の最後が全然繋がんないな。いやーマジで2失点目。こんだけ崩されたら吉。待て待て待て、新フォーメーションダメかこれ。0対2。ルンド今日は見せてくれ。運んでいって、さあいいよ。4戦。ルードから、いやー惜しいな。さあベルグ、いいよ積極的。いいカット。さあルンド、4戦。ハーランド、4戦打っていく。やっと気持ちよくシュート打ってたね。オッケー、ナイス、ルンド。さあ復活ののろしを上げた。久々に見たぞお前のゴール。この1点相当でかいよ。まだいける。いいヘッドだった。1対2。さあ粘って、ルードから4戦。やばいぞ。オッケー、抑制だ。さあ時間がない。ここで試合終了。1対2で敗戦。いやー残念だけど完敗だな。あのね、今まで順調に来たこのチームだったけど、2位の上位のチームとの間に明確な壁がある。注意とか下位は普通にやれるんだけどね、そこがもう明確にあからさまに通用しなくなってるから、対上位チームっていう戦い方も考えないといけないね。ただディフェンスの層が薄いからそれも厳しいんだよな。ルンド1ゴール、ベルグ1アシスト。リーグ戦相手はミルウォール、3対1で勝利。さあスカウトレポート、17歳のミケルセン、契約していきましょう。リーグ戦相手はピーターバラ、1対1の引き分け。リーグ戦相手はミドルズブラ、2対2の引き分け。リーグ戦相手はバーンズリー、2対0で勝利。リーグ戦相手はレディング、3対1で勝利。リーグ戦相手は QPR、 1対0で勝利。さあ現在リーグの方は6位とね、リーグもちょうど折り返しを過ぎたところで後半戦に突入。まだね上位の方は結構混戦なんで、全く気は抜けないし全然昇格もあるよ。そんな中迎えていくのが同じく勝ち点44のワトフォード。さあもう最近めっきり上位に勝ててないんで、前回の撮影かな、確かにワトフォードに引き分けだったかもしれないけど悔しい思いをしてるんで、ここはリベンジマッチということで今回こちらプレイして終わりにしていきましょう。リーグ戦相手はワトフォード、このメンバーで戦っていこう。さあアリがついにディフェンス陣で初の70代入りを果たした。どんどん引っ張っていってくれ。でルードも80代に王手。ついにここまで来たか。79で今回もまたね、ちょっとこのフォーメーションまだ捨てきれないんで様子を見ていきたいと思います。キックオフ。さあ今回は忘れずに。さあチャンス、4戦。いいぞ、打ちたい。奪ってアリ、ナイス。ヤコブセン上げて、さあ押し込んでるね。いいぞ、打ってく。うお、惜しい。いやーマジか。いやーいいシュートだったな。なんとか先制したいな、流れがいいだけに。ハーランド、ペターセン、うまいな。いやーまずいって、あぶねー。奪って、さあハーランド、オッケー、ナイス。待望の先制点、ここで決めたのはエース。いやー待ちに待ったよ本当に。ここで4戦がよく粘ったんだよ。
先制1対0。ただね、ここで油断してはいけない。追加点を取れるかどうかなんだ、マジで。ハーランド、いいぞ。ルンド、やべ、あぶね。4戦打ってく、惜しい。乗ってきたぞ、4戦も。4戦からハーランド、うまい。いやー、惜しいな。ここで取れるかよ、マジで。いいぞ、アリ、ナイス。奪って、さあ4戦打っていく。4戦積極的だね。やっぱ自分が何とかしたいって思ってんのかな。いや、怖いよ。ここで前半終了。前半終わって1対0。よしよし、なんとか先制して終えることができた。上位相手にここまでやれてるのは久々か。いや、ただワトフォード戦、前回こういう状況から追いつかれた記憶があるので、このままだとやばい。さあ、ちょっと指示の部分変えていこう。さあ、ルンドの指示をペナルティエリア内でクロスに合わせる。そして自由に動く。これで設定していこう。で、トップの2人は裏抜けと、でディフェンスサポート前線を張る。これでいこう。後半キックオフ。うわ、危ねえ。いいよ、ルンドからハーランド、そしてルード。ハーランド、オッケー、ナイス、素晴らしい。いい流れからいいゴール。さあ、よくつないだ、あそこで。ペターセンからハーランド、ここでまたエース、2対0。さあ、この2点目を入れるっていうところがようやくできたよ。うまい。4戦ナイス、アリー。ルンド奪って4戦打っていく。いいよ、いや、まずい。うわー、行かれたか。これはちょっと時間的に怖いぞ。2対1。なんかこの試合勝ちきれるかどうかでチームの未来が決まってくるような気もするな。絶対頼むぞ。まずいって。いやー、怖い。集中切らすな。オッケーオッケー、落ち着いている。うまい。さあ、通るか。くそいい時間の使い方。さあ、中、惜しいね。さあ、まだあるか。ここで試合終了。
2対1で勝利。ようやく来た上位相手の勝利。1点差に詰められた時はやばかったけど、よく勝ち取った。またしてもハーランドに救われたな。この試合良かったのがね、4戦がこれでもかっていうぐらい割と強引めにシュートを打つ姿勢を見せてたんだよね。もうブルーロック4段かっていうぐらいエゴイスト発揮してたね。ただそういう選手は絶対必要だと思うんで、いいね、ハーランドの相方がまさかのね、ハーランドを生かすタイプじゃなくて俺がっていうエゴイストタイプっていうのはね、面白い組み合わせだと思う。ハーランド2ゴール、4戦はアシスト、ペターセンはアシスト。さあアリ素晴らしかったね。評価 8.1。 それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。